はい、こんにちは。今日はコーチングの話をしていきます。問題解決力を身につける自由思考法という、なんとも頭が柔らかくなりそうなお話ですが、そんな話をしていきます。まあ皆さんもですし、僕もですけど、生きていればどんな些細なことでもこう問題にぶち当たることってのありますよね。でそれによってストレスを感じたりとか、こううまくいかなくて悶々としたりとかってなると思います。僕も今ちょっとね、とあるこうなんかピー音ばっかりが出そうなこう文句を言いたくなるような問題を抱えてたりするんですけど、そんなことはどうでもよくって、その時にですね、真っ先に思いつくっていうのが、問題を抱えている時に問題を解決するっていうことが一番重要だっていうふうに思うと思います。それは確かに正解だと僕も思いますけど、それにこだわりすぎてしまうと、どうやったら解決したらいいだろう、どうやったら解決したらいいだろうっていうふうに思考が固まってしまうんですね。しかも解決をしなくちゃいけないっていう一辺倒な考え方だけが浮かんで、それが結果焦りを生んで、想像力を下げていってしまって、さらに解決から遠のいてしまうというような結果を導きかねないというような話です。だからどう解決するのがいいのかってことを考えるよりも、問題そのものの見方とか捉え方を変えるっていうことが大事なんですよっていうのが、今回の自由思考法というものになります。じゃあ具体的にはどんなことなのっていうと、大きくですね6つあって、1つは問題に対する態度っていうのを検討するです。例えば今回は論理的に考えるべきなのか、もう思い立った感情で好きか嫌いかで判断するのかとか、あるいは自分を基準にして解決すべきなのか、他人を基準にするのかですね。それからすぐやった方がいいのか、じっくりと行動した方がいいのかみたいな、そこに臨む態度っていうのを考えましょうと。それから2つ目に、問題から逃げ出す方法を検討する。逃げるのって思うかもしれないんですけど、そもそも今あなたが抱えている、ぶち当たっている問題って解決する必要あるのっていうことです。解決しなくてもいい、ほっといてもいいような問題にいち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 悩んでても仕方ないというようなことですので、つまりあなたが解決しなくても他の人が解決するとか、時が例えば流れていくっていうような問題を悩む必要はないという、そういうお話です。それから3つ目に、何が問題なのかっていうのを明らかにしましょうと。だから解決策ばかり考えるのではなくて、この問題自体がなんで起こったのとか、この問題はそもそも問題と捉えるべきなのかっていうふうに、解決して先を見るんじゃなくて、問題に立ち返ってみて、こいつを考えてみるという話です。それから4つ目に、他に解決できる人を探す。これこっちの方でも話そうと思っているんですけど、自分の力で無理なら人を頼りましょうということですね。自分の持っている技術とかスキルとか考え方とかっていうもので解決しきらないなら、それをクリアしたことのある人にどうやったらいいですかっていうアドバイスを求めに行く、そんな話です。5つ目に、過去に似た問題を解決したことはないかと。起こる問題一つ一つを一から考えていくって、こんな非効率なことはないですから、皆さんが過去にぶち当たった問題の中で解決したことがあるというものがあれば、それを応用するだけにしましょうという、そんなところです。そして最後6つ目に、問題がもしなかったとしたら、今あなた自身はどうしてますかと。だから問題自体を考えるとか解決することを考えるのではなくて、その先もう問題が解決し終わった後のことを考えてみると、自分はどんな風に振る舞ってますかっていうことですね。そういうところに視点を移してみて、自由に考えをしてみましょうと。問題も解決もほったらかしにしたの？その通りです。もうそんなことにとらわれないで、あなたも自由の身です。もう解決して先を見ちゃいましょうという、そんなところです。まあ結局ね、問題とかって抱え込まなければいけない時ってあると思うんですよ。で、できればその問題を抱えてしまった時っていうのはすぐに外に出した方がいいんですよね。だからさっき言った4つ目の、自分で解決しきらないなら他人の力を頼ろうっていうのは、そういうところで解決するがどうかっていうよりも、問題を抱えてモヤモヤしてストレスを抱えて苦しむっていう呪縛から解かれるためには、まず今こんなことが起こってんだよねとか、今こんなことで悩んでんだよねっていうことをすぐ人に話すっていうことが大事です。でそれがもし難しいと、もうそういう話を聞いてくれるような人が周りにいないという、僕みたいな寂しい人間だったとしたら、紙に書いたりとか、こうやって YouTube じゃなくてもいいですけど、声に出すとかって、クソーあのなんとかピーとかっていう風に声に出すというようなことが大事だっていうことなんです。つまり口に食べているものを何かしらの形でこう発散するっていうことが欠かせないですよっていうことです。はい、
で問題は意図しなくても自然に発生するものじゃないですか。自分が完璧に仕事やったり完璧に勉強したり完璧な生活を過ごしてたとしても誰かがあなたに問題をもたらすっていうことはあるんですよ。まあ、もう僕それでもあまあいいやでというところなんで、だから問題っていうのは全くゼロなくしてしまうっていうのを目指すというよりも10個とか100個とか抱えたとしても幸せに生きられるように問題自体の考え方をどうしたらいいのかなとか解決方法を導くためにはどうしたらいいのかなっていう問題があることを前提にそれをクリアしていくためにどうやって過ごすのがいいのかなっていう考え方をもとに生きていくっていうのがベストになりますので、問題はもう友達、はいね、で友達と大人になったら特に分かると思うんですけど、1年も2年も、ね、連絡を取らないけどなんか3年後4年後とかに会った時に「おお何々久々で一緒に飲みに行こうぜ」みたいな「肩ポンポン」みたいな関係って結構あったりするんですよ。そんな感じでなんか来たら「おお前来たかちょっと飲みに行こうぜ」って言ってベロンベロンに今まで自撮り足にさせて自分の思い通りに操れるような状態にしてしまってで解決しちゃうってそういう感じですね。何が痛いんだってちょっと例えば下手だったかもしれないんですけど、まあそんなところで起こった問題に対して嫌だなと思うんじゃなくて上手に付き合っていくためにこいつをどう見てあげたらいいかな、どんな風に解決してあげたらいいかなっていう目線で問題とぶつかってみてください。今日はそんなお話でした。ぜひですね、6つのことを意識して自由思考法をマスターしてみてください。ということで本日の動画以上となります。お疲れ様でした。さよなら。はい、本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとかあるいは伸ばしていくそんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。